はい、こんにちは、こんばんは、たかです。ひとまずね、月曜日の動きを見ていく中で一番驚きがあったのは、まあ株の強さかと思います。ダウにしろ、日経にしろですね。すごく、強い動きを見せていますけども、そうなってくると、市況はリスクオン。つまり、円が売られやすい相場になってくるわけですけども、実際、チャートの方から確認してみたいと思います。はい、これがドル円の4時間足に週足を重ねています。この108円のところに週足のサポートが走ってるんですけども、先週はここしっかりサポートされていると、まあ、そういう形になっています。今週も引き続きこのサポートが、機能するのかどうか、そこを見ていくわけですけども、月曜日は、先週末の上昇の流れ、まあ、それを引き継いで、上の方に伸びていると、そういう形になっています。まだ月曜日終わっただけですんでね、この動きがどうなっていくのかというのは続きを追っていくことになります。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。先週1週間の高安が、まあ、このあたりになるんですけども、月曜日の早い時間からね、上抜けているということで、まあ、かなりね、強い相場になっています。前回の天井圏が、まあ、このあたりに作ってるんですけども、1週間ぐらい。今週もね、ここが底根圏になるんであれば、ちょうど1週間ぐらいですね。さらにその前も、まあ、かなりボラはありますけどもね、1週間ぐらいで相場の方が反転していますんで、今のこの相場のリズムというのは、大体ね、1週間ぐらい天井や底根圏を作って、相場の方が反転していくような、そういうリズムになっていますね。まあ、これらのことを考えれば、この上抜けというのはね、ある程度信用してもいいんではないかと。そうであれば、次の目標はこの辺りの高値圏ですね。ここでまた天井を作るんではないかと。じゃあどれぐらいの期間となると、ここに到達した後は1週間ぐらいまたここで揉むんじゃないかと、ある程度ね、そういうシナリオを描けるかと思います。まあ、このシナリオ通りにね、トレードの方を組み立てていくとするならば、まずはこの天井圏に向かうこのロングを狙っていきたいところです。はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。相場の方もね、だいぶ落ち着いてきて、ボラの方もね、だいぶ小さくなってきています。今までね、1時間足ぐらいで波の方を測っていたんですけども、そろそろこの4時間足で、波の方を見ていこうかなと、今週はね、そういう風に考えていたんですけども、ここの高値圏見えてくるかと思います。ここはね、日足レベルでも高値圏になってきます。要はここ日足で抜ければね、上への流れが出やすいということなんですけども、その前の小さな足、この4時間足でもここでね、綺麗にブレイクしています。ベア派としてはね、日足では何としてもここ潰したかったはずなんですけども、月曜日の動きを見るとね、このブレイクが完全に成功した形になっていますんで、まあ、こうなってくると今週は完全に目線は上になってくるかなと。つまり、どこかで買っていく相場ですね。ちょっとね、ここを割り込まない限りはショートの目はないかなと、まあそういうふうに思います。目標となるのは、大きな足で見ていたあの高値圏ですね、レートにして111円あたりなんですけども、今からだとまだ2円ほど値幅があるんですね。今週はこの2円の上昇を見込めるような、そういった1週間に、ね、なる可能性もあるということなんで、もうどんどんね、チャンスがあればロングを狙っていくような、まあ、そういう形でいいんではないかなと、そういうふうに思っています。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。この上昇はね、結構狙っていたんですけどもね、この戻り高値をね、朝早い時間帯に上に抜けてしまったんで、この動きはちょっとついていくことができませんでした。なので、この後の動きですね、一応早い段階での騙しというのも警戒はしていたんですけども、まあ、ここで持ち合ったということで、こうなってくるとね、もうブレイクが成功したと、まあ、そういう風に見ることができます。そしてね、綺麗にここ高値圏を抑えられているんですけども、まあ、これはね、109円の切り板の手前ですね、まあ、ここで抑えられたと。ただここもね、4時間足でブレイクしています。このブレイクを確認して、プルバックからの反転、こういったところでロングをエントリーするというのは僕は結構好きなトレードですね。ロスカットはこの押し安値を終わったところ、今回はね、思ったほどは伸びなかったんですけどもね、まあそれでもね、ある程度リスクを抑えたトレードができているかと思います。まあこの後はちょっとチャンスは少ないですね。今のところはこの109円の切り板あたりで、サポートされている形になっていますけども、ここ終わったとしてもね、まだまだね、押し目買いのチャンスは変わらないですね。むしろね、あまり早いペースで上がってしまうと、上で買うのがだいぶ怖くなってしまいますんでね、適度に押しを入れながら上昇してもらえるとね、回転も効きやすくなりますんで、トレードもかなりしやすくなるかなと思います。まあ、短期足で見てもね、ちょっとショートをするタイミングっていうのは今のところないかなと思います。シンプルに押し目買いをどんどん狙っていくと、まあ、そういう戦略でね、全然いいんじゃないかなと思います。僕もね、この上昇波の起点ですね、こういったところ終わるまではどんどん押し目買いを狙っていくスタンスでいきたいと思います。はい、変わりましてこちらユーロドル4時間足に週足を重ねています。
月曜日はユーロドルあまり動いていなかったんですけども、一応ね、この週足の高安、この中で推移していくんじゃないかなと、そういうふうに考えています。この高値や安値ですね、ここを抜けていくのはかなりパワーが必要なんじゃないかなと。今はねそのパワーを充電していかないといけないということで、それまではねブレイクする動きにはならないんじゃないかなと、そういうふうに考えています。なので、レンジ圏のね安値で買って高値で売ると、そういった形でもいいかなと思うんですけども、動き自体がねだいぶ鈍いのでトレード自体やりにくさを感じるかもしれません。ドル円がねしっかりした流れ出てますんで、現状ねわざわざユーロドルをやる必要はないかなと、そういうふうにも思います。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。このサイズだとね綺麗な波が見えますね。なので、この安値を割ってくるか、この戻り高値を抜けていくことで上昇波が生まれるか、こういったねブルとベアの攻防が起こっているはずなんですけども、昨日1日ね相場を見ていたんですけども、あまりね攻防というよりは出来高が少なくてね、あまり方向感を感じない動きだったんで、トレードもすごくやりにくい一日だったかなと思います。僕も昨日はねユーロドルはトレードをしていません。今のところはねこの高安どちらも抜くの大変そうだなと、そういった印象なんですけども、この波のリズムで見てみると、反転にはね3日間ほどかかってるんですよね。なので、ここでもね反転するのであれば3日間、ドル円に比べるとね、かなり短時間で相場の方が反転していってますんで、ここなかなか下がらないで、サポートされるようであれば、水曜日あたりね、反転の流れが出てくるかもしれないですね。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。こういったね押し安値を下にどんどん割ってきてる相場なんですけども、ここに来てからね、底値圏を作り出しています。当然ここ下割ってくればまた下の方に伸びるんでしょうけども、過去を見るとね、この期間に比べれば長いこと、底値圏を推移していると、そういう形になっています。先ほども言いましたけども、反転には3日ほどかかっていますんで、火曜日水曜日あたりまでね、この辺で持ち合いを続けるようであれば、逆にね反転の流れというのも見えてくるかもしれません。今はねこれ動きも小さいんでね、大きく動き出してから見ていけばいいかなと思います。はい、こちらポンドドル1時間足に日足を重ねています。実は僕ね結構ポンドドル注目していて、今回ね日足をここに下抜けてるんですよね。下に抜けてるんですけども、その後のプルバックが入ってると、持ち合いから下に抜けた後のプルバックっていうのはね、絶好の売りポイントになってくるんですけども、この売りポイント僕結構懐疑的に見ていて、前回ねこの上昇波があるんですけども、この上昇波の押し安値をまだ割ってないんですよね。つまり波で見ればねまだ上昇波の途中なんです。確かに日足のレンジ圏を下には抜けてるんですけども、この上昇波の腹みという意味では変化はないんですよね。つまりどこで買っていくかという考え方にも変化がないと、そういうことになります。この持ち合いだけを見てる人にとってはね、割れた後のプルバックですからね、戻り売りの絶好のポイントと、そういう形になってくるんでしょうけども、そういうのを狙っている人たちがいるというのも分かりますんでね、この戻り売りが失敗するような形になれば、それこそ絶好のロングのポイントになってくるんではないかなと。ポンドドルはね結構ボラが大きいんでね、やりにくさもあるんですけども、一度ね大きく動き出したらねやっぱり値幅取れますんで、今のところはねこの上昇波を信じて、押し目買いをどこかで狙っていくと、そういったね戦略でいこうかなと思っています。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。先ほど話をした、戻り売りが失敗したところを狙うと、それは一体どんなとこなんだということなんですけども、昨日僕がエントリーしたところをね、話をしてみたいと思います。ポンドドルね、上の方に相場が伸びた後にここで頭を押さえられたんですよね。つまり持ち合いを作ったんですけども、その後ね下の方に抜けています。最初の抜けはねこの十字線になるんですけども、1回目の僕のエントリーっていうのはこの十字線を見た後、ここでロングのエントリーですね。これは、高値をつけてくるんじゃないかと、上に抜けるんじゃないかの期待のエントリーだったんですけども、再度ね落ちてきてしまったんで縦値での決済です。その後ね下の方にこれ陰線が出てますけども、これを見るとねベア派、売り方の勝利にやっぱり見えますよね。僕もこの足を見た瞬間というのはベア派の勝利なのかなと、見ていたんですけども、この後の1時間、全戻しですね、これを見ると、やっぱりこの相場というのはねブル相場なのかなと、つまりどこかでロングを狙っていく相場で間違いないのかなと。そうなってくるとこの下への試しが否定された、こういったところはロングのエントリーチャンスになってきます。結局はねこれもこの後落ちてきてしまってますんで、どっちも利益にはならなかったんですけども、こういうねベア派が否定されたところ、売りが失敗したと、確認できるようなところでのロング、こういうトレードはね僕結構よくします。今回はねうまくいかなかったんですけども、ポンドドルは上へ戻るシナリオというのをね考えていますんで、またどこかでね引き続きロングを狙っていこうかなと思っています。はい、こちらニューヨークダウの CFD 1時間足に日足を重ねています。
大きくね相場の方戻していますけども、まだレンジ圏からは抜け切れていないですね。前回買いが入ったポイントというのはここ、そして、その後売られたのがここなんですよね。ここを抜けてこない限りはね、依然レンジ圏ということになります。ただね、月曜日これだけ強い動きを出してますんでね、継続してね買われるような動きが出てくれば、もしかしたら上抜けてくるかもしれないですね。そうなってくると、この持ち合いを足場に上への流れというのが出てくることになります。そうなると目標は、その前にさらに買われた場所になります。だいたいこのあたり、まあ2万5000あたりですかね。そのあたりへ向けた上昇というのがね、狙えるのではないかと。かなりねこの持ち合い長くなっていますんでね、抜けてしまえばね大きな動きは期待できるんではないかなと、そういうふうに考えています。はい、日経平均の CFD 1時間足に日足を重ねています。日経平均はね一足先に、この持ち合いを下に抜けたんですけども、抜けたところでさらに足場を作って大きく戻しています。前回の安値がここになりますんで、ちょっとねサイズ的にアンバランスさというのは気にはなります。なので、これを足場というよりはね、こういった形で見た方がいいのかもしれないですね。まあ、こういう風に考えるとね、足場としても十分ということになりますんで、抜けてくればね大きな上昇というのも期待できるかもしれません。まあ、そうなってくるといよいよこの2万円回復と、まあ、こういう大きな節目というのもね見えてくることになります。というわけでね、この株の動きとこのドル円の動きっていうのはね、もう最近ずっと連動性なかったんですけどもね、株の上昇に合わせて、大きく円が売られるような相場になっていました。ダウや日経平均もね、上値抜けるまでもう一息のところまで来ていますんで、これね株が上に抜けてくるとね、どちらにしてもね面白い動きが期待できるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、簡単にはいかないと思いますけどもね、あわよくばこの高値を抜けてくればね、さらに面白い流れになるのになと思ってるんですけども、まあそういった動きも期待しながら相場の方を見ていきたいと思います。あとはこっそり注目しているのがポンドドルの上抜けですね。どちらもロングをしっかり狙っていきたいと思っています。それじゃあ今日も頑張っていきましょう。